視界。視界、視界はアラビア半島北西部に位置する塩湖。西側にイスラエル、東側をヨルダンに接する。湖面の海抜はマイナス418メートルと地表で最も低い場所である。歴史的に様々な名前で呼ばれたが、現在の英語名、デッドシーはアラビア語名に由来する。視界は東。 アフリカを分断する第一交代が後海から赤羽湾を通ってトルコに伸びる断層のほぼ北端に位置している。四海を含むヨルダン渓谷は白秋以前にはまだ海であったと推定されていい。その後の海底流起によりパレスチナ付近の高原が形成されると同時にヨルダン渓谷付近に断層が生じたと考えられている。この断層の西側は アフリカプレートで東側はアラビアプレートである。前者が校舎を圧縮したことにより断層を挟んで校舎が北へ動いた。視界の水源は唯一ヨルダン川である。年間降水量は50ミリメートルから100ミリメートルと極端に少なく気温は夏が32から39、冬でも20から23と非常に高いため、湖水の蒸発が 水分供給を上回る状態で高い塩分濃度が生まれた。海水の塩分濃度が約3%であるのに対し、視界の湖水は約30%の濃度を有する。1リットルあたりの塩分量は 230g から 270g で、固定では 428g である。この濃い塩分濃度のため、湖水の比重が大きくなり、結果、浮力も大きいので、 人が視界に入って沈むことは極めて困難である。ただし、慌てても、ガクなどして、大量の水を飲んで溺死することは、また口実の例を除き、生物の生息には、不向きな環境であるため、流水の発生する一箇所を除き、巨類の生息は確認されていない。視界という名称の由来もここにある。しかし、緑藻類のドナリエラ。 ドナリエラセレーナや古細菌類の高度高塩菌の生息は確認されている。視界からは流れ出る川がなく、比較的高温で乾燥した気候であり、年間を通じて大量の水が蒸発するため塩分濃度が高くなっている。また、内陸の巨大湖の特徴として、周囲の土壌に元来含まれていた塩分が雨によって流され、下流の湖で凝縮する形となった結果、 塩湖が形成されたと考えられている。死海についてはこの他に、ヨルダン川及び主に周囲から湧き出る温泉から塩分が供給されているとも考えられている。死海の水は塩化ナトリウム以外の塩分も多量に含んでおり、苦味が強い。苦りの主成分である塩化マグネシウムも多く含んでいるため、世界の果てまで、いってきの規格で、 死海の水による豆作りが行われたこともある。ヘブライ語では、潮の海と呼ばれ、聖書には、アラバの海、東の海などと記される。ユダヤ戦記によると、マカバイオスは、マサダ要塞を、死海の近くの断崖絶壁の山上に築いた。その後、ヘロデ大王は、マサダ要塞を回収したが、七十三年に、ローマ軍の攻撃を受けて破壊された。この時、 クムラン洞窟に修道士たちが司会文書を保存していた話は特に有名である。司会の航海の最古の記録は一世紀頃のタキトスとヨセフスによるものがある。マダバの正常寺教会にあるモザイク地図には司会と司会で生産された塩を積んだ船が描かれている。十字軍の遠征が行われた頃、司会を航行する船に対して税が徴収された記録も残っている。 1848年にアメリカ海軍の W 海臨時、W 海臨地率いる探検隊がヨルダン川と視海をボートで探検した。この時に史上初めて視界の深さが測定され、視界が深さ400メートル以上の湖であることが発見された。周辺の井戸水に多く含まれる中華マグネシウムから臭層が産出される。 アメリカのアーク乾燥州ユニオン軍の地下水から収素が得られるようになるまで世界最大の収素産出地だった。現在も輸出額では世界第一位である。20世紀に入り、視界の豊富な塩分から採取される塩化カリウムを利用した化学肥料の生産が活発化した。この化学肥料の多くはヨルダンから日本に輸出されている。また、視界付近には 天然ガスの埋蔵が確認され、今後ガス田開発が計画されている。視界の周囲の砂浜からは、視界の塩分を多量に含んだ泥が採取され、化粧品や石鹸の添加物としても沈長されている。一部のバスソルトなどにも、視界の塩が利用されている。旧約聖書のソドムとゴモラは、神が硫黄の火で燃やしたと伝えられるが、一方でその廃墟は、 視界南部の固定に沈んだとも信じられている。これは、シディムの谷とアスファルトに関する創世記の描写と視界南部の状況が似通っていることなどから一般にもそう信じられているが、その一方で視界南岸付近に点在する遺跡と結びつけようとする研究者も存在する。特に視界島南部に存在する前期青銅期時代の都市、遺跡バブイードドラをソドム、 ヌメーラをゴモラとする説が有力である。市会の湖岸はリゾート化が進んでおり、沿岸のイスラエル、パレスチナ、ヨルダンはいずれも市会地域の観光開発に力を入れている。イスラエル側、市会西岸の主要観光都市としては、上市会のエンゲリ、下市会のエンボケックがある。ヨルダン側は、特に1990年代後半からのイスラエルとの関係改善を受け、 2000年代に入って、ホテルの建築ラッシュが起こった。ヨルダン川には、温泉地の浜マとマイーン、洗礼者ヨハネがイエス・キリストに洗礼を施したとされる、洗礼地の遺跡あるイコールマグタス、そのヨハネとサロメの伝説のあるムカービル、ロトの洞窟、ムジブ渓谷、ワジアル・ムギブ及び、野生動物保護区、モーセの伝説で、名高いネボ山、司会博物館、 視界パノラマ、モザイク画で有名なマダバなどの観光地がある。視界を訪れる観光者の多くは、視界の湖面へ、自らの体を浮かべる、入浴、ベイズイングを楽しむが、現地の注意看板にもあえて、スイミングではなく、ベイズイングという言葉が使われていることらもわかる通り、視界での遊泳は決して推奨されない行為である。視界の湖水はあまりにも、 塩分濃度が高いために人体が浮力を失って溺れる可能性は皆無とされているが入浴中誤って湖水を飲み込んでしまった場合体内のナトリウムバランスが急速に崩壊するばかりでなく内臓に化学熱症を引き起こす場合があり1万1個水が肺に入ってしまうと肺炎に類似した肺機能障害を引き起こして死に至る場合があるこの状態から回復するには 輸液取り尿剤の積極投与、必要に応じて人工透析や酸素吸入を実施する場合すらあるという大掛かりな救命救急措置が必要となってしまう。マーゲンダビド校舎、MDA の統計によれば、2010年8月時点、中イスラエル国内で水難事故で MDA の救急車に救護された人は117人で、そのうち23人が死亡しているが、 視界での救護者数は二十一人と地中海沿岸の八十三人に比べれば少ない一方、ガリラヤ湖十一人と公開、二人を足した数の二倍、近い割合の事故者を例年出しており、イスラエル国内では二番目に危険な遊泳地として認知されているほどである。入浴の際には現地に複数言語表記で立てられている安全なな入浴に関する注意看板を熟読し、 最低限看板に書かれている事項は遵守すべきであるが他にも司会を複数回訪れている旅行者の間では入浴にあたっては次のようなことにも注意が必要であると周知されている。なお近年では視界の環境問題の啓発のため特別な訓練を受けたスイマーが集団演営を行うイベントが毎年行われているが 視界の水の誤飲は直ちに命の危機に直結することから一般的な海水浴用水中メガネやシュノーケルは使用できず代わりに特別な構造のシュノーケル付きフルフェイス型水中メガネが着用されるそれでも塩分濃度の高さから水中メガネが肌に触れる部分に裂症や肌荒れを起こす場合があり浸透圧の差により水に触れている皮膚から 体内の水分が急速に失われていく。この際、皮膚表面に灼熱感を感じる者もいるため、30から45分に一度は、水中メガネを外して、水分や食事を取る必要があり、その際にも、目や口に、視界の水が入らないように最新の注意を払う、必要があるなど、視界での水泳は熟練したスイマーが協力した上で、十分な抗炎体制の下で行うことが、 不可欠というもので、世界で最も挑戦的かつ過酷な海水浴であるとも認知されている。20世紀中頃から湖面の低下が観測されており、近年中に中央部分に突き出した半島部分、離散半島が対岸とくっつき、二つの湖となってしまうのではないか、など、この現状を危惧する声が一部で上がっている。その原因については、イスラエルの建国、 1948年以降、農業の盛んな同国によるヨルダン川上流部での大規模な灌漑用水の利用によるものであると一般に考えられている。また、市街南部での取水によるカリウム生産も水位低下の一因と考えられている。原因不明の高雨不足や近隣のホテルが大量の井戸水を使用するようになったことも元とされる。 イスラエル地質調査所によれば、平均で1年に1メートルのペースで湖面が低下しており、2004年には海抜マイナス417メートルだったのが、2014年には同428メートルとなっているという。環境団体の中には、2050年までに完全に干上がると主張するものもある。視界の湖面の低下に連動して起こる。 海岸部の地盤沈下の問題も顕在化してきている。ホテルの立地している場所や農地で発生している地盤沈下は経済面にも影響することが懸念される。現在、湖面の低下による視界の消滅を阻止するため、航海と視界を結ぶ運河を建設し、航海の海水を視界に取り入れる計画が進行しているレッドデッドプロジェクト。ヨルダンによる計画では、 赤羽付近で海水を取水し、利用可能な真水を取り出した残りの濃い塩水を、視界に放水することが構想されている。2013年12月9日、イスラエル、ヨルダン、パレスチナ自治政府の3地域は、アメリカ合衆国ワシントン DC にある、世界銀行本部において、水資源の分配計画に署名した。この計画には、航海の水を、 市会に取り込むパイプラインの設置についても含まれており、パイプラインは全長 180km でヨルガン領内に設置される予定。完成まで約3年を見通しており、世界銀行などからの融資で賄う建設費は3億ドルから4億ドル、日本円で約309億円から412億円と試算されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。